桃太郎侍は、はじめ1940年から、合同新聞に連載され翌年秋に出版された、山手木一郎の時代小説である。現在は絶版であるが、過去には、春陽文庫、富士見時代小説文庫、桃園文庫などからも刊行されていた。原作小説については、イギリスのアンソニー・ホープの1894年の小説、全打状の虜を、 最初のモチーフとして、舞台設定を、江戸時代の大名家のお家騒動に置き換えたもので、完全超悪と、奇種流理観の体裁を持つ物語である。この小説を原作にした、時代劇映画、テレビドラマ、劇画、舞台公演があるが、それぞれに設定、物語展開が大きく異なり、原作に比較的準拠している内容のものから、間骨だったりとも言える内容のものまで存在する。 その義教心から三州丸亀藩の江戸家老、上島よりの娘である百合の危機を救った名は、桃太郎生は、鬼退治と自称した若い男は、江戸の老公に、育ち今もお化け長屋に暮らす老人侍だが、これが、上島父子の使える丸亀藩主、若木家の若君である新之助とうり二つの要望の持ち主。織しも、その丸亀藩では、 国元で藩主が体調を崩しており、後継者問題が持ち上がっていた。しかも、弱子として、後取りに定められていた新之助とは別に、国家老、和室家主前の妹が産んだ万之助という書士がおり、これを担ぎ上げようとする和室家一派によって、お家騒動の様相を呈していた。上島よりと新之助は国元に乗り込んで和室家一派を一掃しようと決意したが、 和室か一派に喫煙を制され、新之助が逆に毒を盛られて混沌してしまう。抗議に届け出た江戸出発の一人は迫っており、事態に急した上島父子は桃太郎に若き新之助の替え玉となっての丸亀駅を依頼する。かくて、図らずも若木家への応援騒動に巻き込まれた桃太郎は、上島父子や新之助派の藩主たちには、 自身の蘇生を隠したまま若君の替え玉として、和室家配下の陰謀家、伊賀半黒を率いる四角たちと戦いながら、東海道を降り、様々な陰謀を、危機をくぐり抜けて、丸亀に向かい、ついには、和室家一派を倒して、お家騒動を収め、再び、江戸の老公に戻ってゆく。荒筋さぬき丸亀藩では、国家老、和室塚主前が娘に産ませた藩主の諸子万之助を、 直藩主に据えようと陰謀を巡らせていた。毒を盛られ、重体となった藩主着難新之助に代えて、お家騒動に対抗するため、江戸画廊に白羽の矢が建てられたのは、長屋住まいの素老人ももたろう。新之助に、瓜り二つの彼は、実は、生まれて、すぐ引き離された双子の弟だった。キャスト概要スタッフあらすじ浅草桜前通りを、 気流しの接った履きで歩いていく老人者桃太郎と名乗る無類の剣の使い手である。桃太郎は若木屋若戸の新之助とソーセージだったが、双子を意味武家の風習から里子に出され、成人しても、そんな武家の習わしを下げ済み何人にも仕官しようとは、しなかった。若木屋では、大殿の病気を良いことに、自責画廊の和静かが新之助を尻溶け重複の子、万太郎を用して、 藩の実権を握ろうと企み、陰謀家、伊賀藩苦労に策を練らせていた。それを知った江戸家老の伊織は、若殿が菩提寺に参詣するその足で帰国を願おうと考え、娘の百合を通じて、桃太郎に若殿の道中の護衛を依頼した。桃太郎の正体を知らない藩苦労もまた、女、すり少霊を使って、彼を味方に引き入れようとしていた。 キャストスタッフあらすじ江戸の修羅大夜の向島邸で黒覆面の一団に襲われている武家娘を若侍が助けた。お化け長屋の居候で桃太郎と名乗る不思議な若侍だ。武家娘は丸亀藩江戸家老、上島よりの娘ゆりだった。塩木家老、和室家主善と佐野き神の愛称をお梅の方が結託した、お家の鳥を計りごと無陰謀の,のろしが、 江戸屋敷の新之助くんにまで及び、黒覆面の一段も主前が差し向けた資格だという。キャストスタッフあらすじ白中の蔵前通りで、女すじと責められる将霊を救った若い老人。この桃太郎と名乗る男は、佐ぬき十万国若木家の若との新之助の弟であった。桃太郎は大名の家に生まれたが新之助と創生児であったため、早くから里子に出さる姿勢で育った。 成人してからも、悠々自適の生活を楽しんでいた。しかし、その頃、故郷は鍵藩では、家老、和室家主善の策計りごとで、静着新之助を尻け、幸福の子、万太郎を、そのくらいにつけようとしていた。その懐刀である、伊賀半九郎は、浴槽の策を練っていた。これを知った江戸家老、上島よりは、 一挙に事態を解決せんと急いで帰国しようとした。その後英訳に、娘の百合の命の恩人、桃太郎に頼もうとした。キャストスタッフ参戦プロのテレビドラマ制作第一号作品。全26話。武田薬品工業の一社提供。2008年3月より、時代劇専門チャンネルで放映された。14話までは原作に準じているが、15話以降は、 格は完結型のロードムービー形式の話になっている。キャストサブタイトル放送局、高橋の当たり役となり、放映期間は延べ5年に及んだ。高橋秀樹版の劇中で流れる劇ともは、作曲家、木下正の手によるものだが、本作の前に手掛けた、長谷川新シリーズや、破れ傘が,さがたな舟割る人りの、劇中 BGM も流用される形で使用されている。 桃太郎が悪人を倒す、才の数え歌が象徴的である。あらす筋や作させて裏お化け長屋に住む老人、桃太郎。二十七話以降は、自宅で、養生指南を営む。双子を忌む武家の習いからこの境遇にあるが、実は、大目付の地に若年寄りとなる、松平美前神の弟、松平鶴次郎である。父親は、第十一大将軍。 徳川家成である。姿勢の暮らしを送る。彼らが庶民が権力に蹂躙された時、鬼退治の剣を振るう。キャストサブタイトル1976年から1981年1976年10月3日から1981年9月27日、第103話からクレジットタイトルにゲストの役名が記載されなくなったので、 第103話以降のゲストの役名は当てじ。スタッフ放送局クライマックスのパターンその他、放映リストキャストスタッフ、桃太郎の正体が、田沼沖継の一子、いおりとなっており、父の悪事の償いとして、世のため人のために生きなければならない運命という母の遺言により、時に剣を振るう。後に、将軍、徳川家春の双子の弟であることが判明する。 気化と陶器という配下の医学の位置がいる。ありがとうございます。